はい、マネタビチャンネルということで、ただいまドゥマゲテのマーケットに来ております。はい、ちょっとじゃあマーケット内を今日は探検してみましょう。今後ろに見えるのが結構魚介系のとこですね。で、こちらがあれですね、魚介系のあの魚とか、はい、が売っている市場になりますね。市場です。もう夕方なのであまりちょっと品物が薄くなってきてますね。という感じの場所です。うまいよ。はい、続いて野菜市場に行ってみましょう。そう、ドゥマゲテは野菜があの豊富に取れるということで、なかなかセルダ野菜を貼り付けないんですけどもね。はい、では行ってみましょう。はい、どうも。はい、こちらですね、はい、フィリピンにもこのゴーヤがあるんですね。ゴーヤが、ゴーヤがあります。はい、続いてこちらは、花屋さんがいっぱいありますね。フィリピンでは誕生日や結婚式とかでこんな感じで花を贈る習慣があるので、花がいっぱいあります。はい、続いてこちらは雑貨屋さんがいっぱいあるところですね。今来ております。結構おしゃれなハットがあるんです。はい、こういうところにはね、この掘り出し物がわりかし多くあるので結構楽しいんですよね。こんな感じで洋服とかもありますね。洋服屋さんとかが並んでます。はい、続いてこちらはですね、なんかあの、まあ、ビューティーパーラーですね。はい、美容室が結構この中に入ってますね。こんな感じで入ってます。こんな感じですね。こんな感じで髪を切ったりカラーをしたりしますね。はい、であとはレストランですね。レストランがこんな感じで並んでます。お前がすごい。そう、こんな感じでレストランがたくさんここにはあります。まあ、もう本当地元の人たちが食べるようなレストランなので、だいぶ金額も安いですね。こちらはこの子たちが遊んでますね。これ何の遊びでしょう。ウィーいいですね。なんか輪ゴムで遊んでるんですよ。輪ゴムで、そこの夏っこさ。はい、はい、続いてこちら米ですね。ライス、ライスがこんな感じで売られてるんですけれども、やっぱこれ米の種類によって、なんだろう、これ43ペソとか62ペソとか、一番高いのって125ペソですかね。なんかありますね。なんだろうこれ。そう、結構これであのいろいろなお米をミックスさせて、あの家庭では使ったりするみたいですね。はい、ということでドゥマゲテパブリックマーケット探検隊終了いたします。そう、わりかしね、こういう地元のあのところは結構セブンとか他のところでも、まあ、わりかし、ね、ちょっと危ないところだって言われたりするんですけども、やっぱドゥマゲテはすごいやっぱり治安がいいっていうのが、本当こういうところ歩いててもやっぱ分かるんですよね。本当ジェントルマンシティドゥマゲテ